皆さんこんにちは、夏になりました。すっかり夏です。で、夏というと土用丑の日です。土用丑の日といえばじゃじゃん、サンマかば焼き重です。でーん、もう時代はね、サンマです。うなぎではありません。というわけでですね、今回はセコマこの時期の限定商品のサンマかば焼き重をいただきますね。なんでうなぎじゃないのって思う方多いんじゃないかなと思います。ただね、これ北海道ではね、常識とまではいかないんですけれども、もうね、定番化はしています。セコマではね、もう10年以上前からこの時期に発売している人気商品です。こちらサンマかば焼き重ね。で、うなぎってね、今実は絶滅が危惧されているんですよね。で、まあその辺のね、環境保全が目的なのかまではちょっとわかんないんですけれども、先々今後ね、うなぎのかば焼きをお店で扱っていくのは難しいんじゃないだろうかと、難しくなっていくだろうというところがねあったようで、その代替品としてシフトしていったのがね、このサンマかば焼き重ということらしいです。うなぎが難しくなるからサンマでいこうということになって開発したそうです。で、そんな感じなんですけどもね、セコマでももともとうなぎのかば焼きは取り扱っていましたが、今はね、この土用丑の日になるとこのサンマを売り出しています、ね、で、当初はね、いや、土用商品サンマかよみたいなね、ちょっと嘲笑するようなね、声もちらほらあったみたいなんですけどね、今はもう定番化してます。こう定着してます、これ。ね。セコマの土用の丑の日はもうサンマかば焼き重だ。もう。で、私も土用の丑の日だからね、ああ、じゃあそうだなーって、セコマのサンマかば焼き重食べようかなと。ね。そんなね、ノリになってきました、もう。うん、もう定番してます。うなぎって高いですしね、美味しいもの食べようと思うとね。これお手軽ですかね、600円しませんからね、お手軽でございます。でですね、このサンマかば焼き重のサンマはもちろんね、これ同産品です。同産品、あ、書いてますね。はい、見えるかな、北海道産のサンマ使用。で、どうやらね、これ根室のね、花咲港で水揚げされたサンマをね、使っているっぽいですよ、これね。うん。で、同産には、セコマね、同産へのこだわりありますからね。まあ、セコマは北海道。ね、まさに、それかなと思います。で、ここ最近、ね、近年はサンマも不漁が続いているみたいでですね、まあ、このサンマかば焼き重ね、用意するのも大変だったんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ、サンマも美味しいですから。ね、サンマも枯渇しないことをちょっとね、願うばかりだなというところです。で、確かね、去年はね、イワシ天重なるものもね、発売されていました。サンマも高いですからね。それではね、土用丑の日のサンマかば焼き重いただいていこうと思います。で、これね、よいしょ、見てわかると思うんですけどね、はい、タレはすでにかかってます。タレがすでにかかってるんですけど、後追いでタレね、タレとこれ山椒がついてますね。後追いでかけるスタイルですね。じゃ、これらかけましょうかね。じゃ、少々ね、皆さんお待ちください。ああ。いや、香りをちょっとお届けできないの残念ですけれども、このね、タレのちょっと甘い香りと、山椒のね、スパイシーの香りがね、ベストマッチしてますね、これね。いや、食欲そそるな、これな。食欲そそります。ここちょっとね、うなぎのかば焼きとやっぱり山椒がありますからね、ちょっと近いところはね、あります。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。うん。いや、うまいな。うん、うまい。うん。ね、サンマがね、まず柔らかいですね。非常に柔らかく仕上がってますね。うん。サンマってね、普段焼きだから塩焼きじゃないですか、大体塩焼きで醤油かけて食べることね、多いと思うんですけど、この甘いタレとのね、相性もすごくいいですね、これね。うまいですよ。うん。
一つ、これ注意点なんですけど、このサンマかば焼き重は、うなぎのかば焼きっぽさをね、目指した商品ではなさそうです。味わいはうなぎのかば焼きとは全く違います。まあ、サンマですからね。サンマなんでうなぎにはなれないんです。あくまでサンマ。なんですけど、サンマのね、サンマとしての美味しさを最大限に活かそうとしているのが、このサンマかば焼き重だなと。そこだけはね、ちょっと皆さん食べるときね、ご注意ください。あくまでサンマ。なんですけど、タレもね、うなぎのかば焼きのタレとはやっぱちょっと違うかなと。あれよりもちょっと甘い感じするかな。うん、山椒がかかってるからね。じゃあ山椒かけるからやっぱりね、かば焼きはかば焼きですね。うん。今、サンマにね、合わせた味わいじゃないかな、タレ。うん。だから普通のうなぎのかば焼きのタレとはちょっと違う。ね。サンマにベストマッチした味わいを追求したんじゃないかな。そんな感じのね、味わいです。やっぱサンマうまいですね、これね。サンマってこんなにうまかったんだなと思って。うん。で、繰り返しになりますけど、うなぎのかば焼きとは完全に別物です。ね。サンマとしてのうまさを追求した商品と。別物。別物なんですけれども、これはこれで、うなぎとはね、また違った美味しさを楽しむことができます。サンマのそのなんか油のうまさとかね。ね、それがね、しっかりと活かされてるかなと。そんな感じがしますけどね。だから、うなぎがね、高いから、仕方なくこれを食べようっていう商品ではないですね、これね。うん。サンマかば焼き重として独立したうまさ。ね。新しい土用丑の日のね、定番商品として立派に一本立ちしたね、そんな独自の美味しさを味わうことができます。ね。むしろこっちがいいみたいなね。こっちの方が好みだなって人もいるかもしれません。うまいですよ、これね。うん。山椒がね、いいですね、山椒。うん。今、札幌33度になってます。この猛烈なね、暑さの中でも食欲をね、そそる香りと味わい。ね。で、サンマって栄養価も高いですから。ね。このサンマを使ったかば焼き重。今だけの限定品です、これ。ね。皆様もいかがでしょうか?というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。これ美味しそうだなと思ってくれた方はね、今すぐセコマに行って買ってみてください。とても美味しいです。ね。というわけで、ね、良ければチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは次のセコマ商品で会いましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。